今日はなんとなんと、はいどうぞ、岩桃が喜ぶ企画です。イエーイ、喜んでないじゃん。だって岩こうやって髪触ったのだから嫌だったの。前にも1回だけやったことがある100均で声援対決を久しぶりにやりました。なんとね、びっくりしたのが100均で写真 OK だったので。そうね、珍しいんだよね、100均ってなんか結構 NG が多いんですけど、写真 OK だったのでサムネイルは撮らせていただきました。今から100均に行ってそれよりももうちょっと行ってきます。はい、行ってきます。イエーイ、帰ってきました。もともと帰ってきてるんですけど、はい、じゃあ紹介したいと思います。はい、前はあの忘れちゃったんですけど、さすがに1000だとももめちゃくちゃにね、おもちゃとか買っちゃったり適当なことになっちゃうので、さすがにちょっと5歳に1000円はちょっと無理なので、まあ、考えた結果、ゆあが1000円、ママ1000円で、ももちゃんはおまけで、いくつか好きなものを選んでもらいました。だからちょっとももちゃんだけ金額がね設定されてないんですけど、なんかでも結構ね、いろいろねいいのがあってね、1000円分だから ね、うん、もうね結構ね30個くらいいいのがあったけど絞るのが大変だったんだね。はい、じゃあ岩から紹介してもらうと思います。はい、いいよ。じゃあまず1個目は岩の部屋に飾るというか、まあ可愛くなるものがこちらです。意外、意外だね。え、これ100円？そう、100円。可愛い。そうだ、100円。あ、150円。岩の部屋に150円って書いてある。そうじゃない、岩の部屋に置くの。岩の部屋に置くの。そう、可愛いね。これね、あのなんかさ、緑だけだったから紫にした。かわいい。これあのドアのさ、開けた瞬間の床にこうやって置けば、かわいいね。ふわふわってしたくなっちゃうでしょ、みんな。したらもう岩持てちゃうから。はい、こんな感じ。1個目こんな感じのやつやね。2個目がね、また家の、あ、部屋系のやつでこちらです。これなんか、あのここかけられるやつ。渋い渋いだね。こうやってかけられて、ここに中になんか入れられます。これはね、ほら、これがついてるけど100円です。部屋系のこちらです。何を入れるんですか？これはね、まあね、なんかペットかなんか、かわいい感じのマグネットになってるからいいのよ。いいね。次はね、これ、このスクイーズ。出たー、スクイーズ。え、かわいい。かわいい、目玉焼き付きじゃない？そう、これね、スポンジなんだよ、ほら。すごいね、100均最近。ほら、なんかさ、目玉焼き。こういうさ、開いてさ、こうやって挟むやつさ。おー、わかった、わかった。聞いてあげて、挟むやつの。じゃあ、後で行って。こういうやつ、行こう。次は、膝に行け。これ、ポーチも。あ、ポーチ、あれ透明？要は、ここがさ、青だからさ。あ、確かに、色かわいい。これ今の洋服と同じ色だよ。次に、これ。グリッターアイシャドウ。お化粧どうする？誰がやるの？嘘でしょ。こういうやつ。どうしたの？お化粧目覚めちゃったの？こういうやつ。意外だね。いや、そういうの興味ないとか言って。次は、あの、その塗るやつにこれ。どうしたの？恋してるから？してない。してるじゃん。してない！これ4個入りで100円です。すごいの買ったね。次はまた塗る系のやつで、これ。あ、え、それママ欲しかったやつだ。え、それ、え、ちょっと、いやだよ。何、マスカラ。早くない？なんかほら、ここにハートがあって可愛いじゃん。ミッキーだよ、それ。チーズ。早っ。次にこのリップ、リップ。え、お化粧マスカラどうしたのって。値段してないね。これ見て、これ100円だよ、これ。これ本当にでも200円で書いてないんだよ。それでもそれいいよ、それ。やばいよね、ほんとことある。次がこれ、キッチンタイマー。意外すぎるんだけど、キッチンタイマー。オッケー。でね、ここで事故があったんだよね。何事故？あのね、レジで、ユアが何もないで。やばい、ちょっと待って、これはやめてください。あのね、実はレジに行って、やばいことがありました。そのね、やばいこと言うのは、なんか、だいたいこれ、カチューシャが、あの200円だとしたら、こことか札になんか200円書いてあるじゃないですか。でもね、ユウが買ったものにはなんかあの、あれだよ、なんかね、どこにもさ、値段も書いてないしね。このさ、なんか商品にもね、あのいくらとか書いてないからね、100円かなって思ってね、買ったらね、全然ね、なんかね、レシートに、落ち着いて、なんかね、レシートにね、あのね、ずーっと書いてあったんだよ。ママがカゴ
ゴ1個も、ゆあがカゴ1個持ってたんですけど、カゴの中身見ないでねって言うから、はい、もうさすがに1000円ぴったりに計算できるって言うから、でママじゃあゆあレジ並んでいいよって並ばせたんですよ。でじゃあお会計しようって言って1000円いくらをねママ渡したんだよね。そうなの、ゆあがえ足りないとか言い出して、でお会計見たら1500いくらで、そんな15個も買ってないっていうので、レシート見たらなんと今500円のもの買っちゃってたの1個。そうなんだよ、だからもう本当はちょっと取り消しそうと思ったんですけど、それもまあ動画のあれでいいかなと思ってもう買っちゃいました。クリーム見せてる、ちょっと待って、みんなに1回これを買いました。これね、ほら取れるんだよ。ああれだ、ハンドジェル、あのジェルで手をきれいになる。あ、いいじゃん、しかもこれいい匂いのやつだ。あ、すごい、ほら、岩はね、ほら、青の持ちな、持ち歩きな。さてよ、ほら、公園とか行った時でも綺麗な。あ、見て、ほら、見て、すごいよ。なんか、キラキラ入ってる。これは100円じゃないよ、どう見ても。あ、そうだよね。でも、だって、100円にあってさ、もう、れどこにも書いてないんだよ。はずなんだけどね、普通、こちら何百円商品ですけど、よろしいでしょうかって言わなかった。え、ほんとに、マジで書いてない。まあ、いいや、はい、いい匂いだし。はい、まず、岩バージョンは以上です。はい、ママバージョンはもう一個の動画になりますので、そちらも必ず見ていただけると嬉しいです。ですっせ。500円商品を買っちゃったとか言う前に、そもそも11点買ってて数え間違えてました。次回はママとモモのアップします。楽しみに。